エムは知っています。どんなに先の見えない暗闇の中でも手を伸ばしてくれる勇気がある人だってこと。エムは信じています。大丈夫ですよね、スバル君。スバル君はいつだって鬼がかってるすごい人なんですから。好きです。頭を撫でられるのが好きです。言葉一つ聞くたびに好きです。普段は鋭いんですけど、誰かに優しくしようとしているとき、スバル君柔らかくなる。その目が好きです。スバル君の歩き方が好きです。笑顔が褒美ですごく胸が痛くなって好きです。エムは知っています。スバル君が自分のことを嫌いだって、いいところがこんなにあるって知ってほしくなったんです。エムは信じています。どうしてエムが見ているスバル君のことを、スバル君がどれだけ知っているんですか。英雄なんです。わからなくなった世界で助けに来てくれたこと、エムを姉様を逃がすために魔獣に立ち向かって言ってくれたこと、一番欲しかった言葉を、一番言って欲しかった時に、一番言って欲しかった人が言ってくれたこと。ずっとエムの時間は止まっていたんです。その夜から待っていた時間を、凍りついていた心を優しく動かしてくれたんです。誰もスバル君を信じなくなって、負けそうになってしまっても、自分のことが信じられなくなったとしても、エムは信じています。